俺と仲良くしない方がいいよ。なんで？ヤクザみたいな奴に狙われてる。俺の交友関係も把握されていて、なんていうか危険なんだ。大丈夫だよ、私こう見えてもカポエラやってたから。びっくりした、インド映画始まったのかと思った。カポエラってブラジルの格闘技。なんでまた？最初はダイエット目的だったんだけど、だんだんケイシャーダがいかに綺麗に決まるかって方向になって。あ、ケイシャーダって顎への蹴りなんだけど。そういうことじゃないんだ。そんな付け焼き刃のカポエラで倒せるようなやつじゃない。ムカつく。付け焼き刃のカポエラってなんで言えんの？ダイエットでやってたんなら実践向きじゃねえだろ。付け焼き刃だよ。じゃああなた、付け焼き刃のタクシードライバーって言われて腹立たないの？仕事でやってんだから腹立つに決まってんだろ。付け焼き刃のナースとは言ってないんだから。ところで何なの付け焼き刃って？意味もわからず怒ってたのかよ。ニュアンスで大体わかるけど、もっと伝わりやすい流語言ってよ。にわか仕込みとかそんなんだ。誰がにわか仕込みのナースよ。言ってないし、よく同じベクトルでよく二度も切れれるな。ケイシャーダやめろ、ケイシャーダやめろ。